私の秘密を教えてくれるらしいな。できる？ヘキヘキラルラルヘキラルラ。なんか今日はいいことありそう。なんかヘキルさん、今日はまた一段とご機嫌です。別に理由はないんだけどね、なんかね、予感がするの。きっと今日はいい日になるんじゃないかなっていう予感が。そういう日ってたまにあるよね。あります。毎日毎日あります。毎日あるの？毎日そういう日です。嘘、すごいハッピーマンじゃない？そうなんです。危うさも持ち合わせて。ほんと？なのになんかちょっと見た目はドヨンってしてるのはなぜかな。よろしくお願いします。ごめん、ちょっと意地悪したね。いえいえ。で、今日は何するっていうお話だっけ？はい、そうなんです。ですね、そういえばね、VTuber デビューの GPD をやっていないと思いまして、あれです。今日は VTuber できるの自己紹介をしていただきたいと思ってます。自己紹介。そうね、私のことまだみんなにちゃんとお話ししてなかったよね。やりましょう。皆さん、改めまして、私はミスターブレインであって、ミスターブレインではあります。言い換えるとミスターブレインではないんですけども、ミスターブレインでもあるんですね。そしてここはミスターブレインの体内でもありますし、体内であるのがミスターブレインでもあります。要するにですね、私はその中にいる精神意識でもありますし、精神意識であるのが、その中にいる私でもあります。そしてその私はミスターブレインではないんですけども、そのミスターブレインでないっていうことを言い換えると、私の中の体内の精神意識なのかな。言えることはそれぐらいですね。もうわけわかんないバカなこと言わないで。それにあなたの体の9割9分9厘は脳みそでしょうが。今のは本体が動いた衝撃による揺れです。揺れによる衝撃、それによって本体が動いたとも言えますね。また爆発したのね、ミスターブレイン。爆発に巻き込まれて、ヘキルさんのボディのデータが私の体内に紛れ込んでしまったようですね。脳内のネットワークに深刻なエラーが発生しまして、その負荷に耐えられず爆発したようです。エラーが解消されない限り、私の本体が目覚めることはないでしょう。そうなの？それって私はどうなるの？システムが起動しないので、ヘキルさんもこのまま体内に残されたままでしょうね。そんなの困るわよ。ねえ、どうにかならないの？そうですね、エラーの原因を今探ってみてはいるんですけども、脳内ネットワークで解決できない不明の問題が発生しているんです。脳内ネットワークで解決できない不明の問題？はい、どうやら本体はあなたに自己紹介をさせようとしていたみたいですね。そこで質問しようとしていたことに関するある情報がネットワーク内にあまりにもなかったために処理ができず、オーバーヒートしてしまった。このある情報に関する答えをこちらでご用意できれば、システムの熱暴走は止まって再起動すると考えます。なんか話が分かったわ。私がその質問に答えられればいいってことね。そういうことです。世界転生したらしいな、ヘキル。質問を始める前にですね、あらかじめこちらでもヘキルさんのことをですね、ちょっと調べてみまして、そのことについて話できればなというふうに思っています。まずですね、1991年、こちら日本ナレーション演技研究所主催の第6局
回生オーディションに合格して声優としての第一歩を踏み出したという情報をいただいてるんですけども、はい、こちらは正しい情報。そうですね、はい、あの第1期の特待生が林原めぐみさんで、第2期が佐々木望さんですね。名前は今非常にお伺いしております。そう、名だたる先輩たちが合格されてましたね。オーディションと呼ばれるものがどういう内容だったか、はい、90年の昔の話ありますけど覚えてらっしゃる？3次選考まであったと思います。最初は書類審査、2回目で、演技とかそういうものをマネージャーさんたちとかの前で披露するというのがあって、最終的にこうあのどんどん絞り込まれていって誰を残すかを決めるっていう、そこが3時までのオーディションだったと思いますね。日本ナレーション演技研究所の特待生として基礎科の方のクラスの授業に出ながら、まあ、お仕事が入ったりとかオーディションが入ったら出させていただくっていう形でした。その当時のなんかお仕事とか覚えてる範囲でお話できる案件とかありますか？はい、あのそれがですね、なんか声優さん あの事務所さんだから、そういうアニメのお仕事とかそういうのかなって最初思ってたんですけども、はいはいはい、割と私最初の初期にいただいてたのが映像のお仕事が結構ありまして、あの地方のテレビ CM、 例えば新潟ビジネス専門学校とか、あの名古屋の駅前にある生活倉庫っていう雑貨屋さんがあるんですけれども、あのそこの生活倉庫のテレビ CM を3本撮ったりとか。実写としてのお仕事ってことですね。テレビで流れる用のテレビ CM ですね。声だけしか出ないと思っていたのでなぜ顔を出すんだろうっていう疑問あのすごい全然そういう活動を全く考えてなかったんですよ。だからびっくりしましたなんかカラオケの映像とかに、あ、もうミスターブレン、どこからそういう情報を仕入れてくるんですか？いやー、しらっとちょっと、はい、あの情報仕入れまして、すごいですね、その本当に多岐にわたるというか。いや、なんかそういうお仕事をするんだと思って、びっくりしました本当に合格されて、そういう実写周りの仕事もされつつ、声優としても、あの例えばレイヤーズ人気作品にも知られつつ、でもこの90年代アーティストとしてもご活動されていくっていうところに入っていくと思うんですけども、はい、かなりライブをやられてた印象が強いかなと思っているのは、96年以降、5年以降このあたりぐらいがやっぱりかなり全国的にも回られてた形ですね。そうですね、あの96年に全国ツアーが、ホール全国ツアーがあって回ったんですよ。でその後に全国ツアーを終えてから明けて97年に日本武道館 2days というのが待ち構えていまして、だから寒い2月に開催された。そうです、そうです、寒かったと思います皆さん、うん、でもなんかあのファンの方たちは全国から本当に来てくださって、寒い中グッズとか並んで買ってくださってましたね。最初どうでした、この日本武道館コンサートやるってお話がされた時。いや、早すぎると思いました。行ってはいけないようなところっていうイメージでした。5分でチケット完売したんです。え、5分？はい、それくらい多分皆さんその関心が高かったんだと思うんですよね。当時その声優が武道館でやったことがないっていうのもあったと思うんですけれども、そもそもその声優を活動がありながらもそういった歌を歌ってライブをやっていくっていう方がそこまでいなかった時代ですね、90年代。それをやることをあまりいいというふうには思われていなかった時代なので、今みたいにこうみんながみんなやっててそれ当たり前だよねっていう雰囲気じゃなくて、逆になんかそれをやること自体が非難されるみたいな。今とは違いますね。かこうアフレコ以外のことをやるとなんかちょっと外れてる人みたいなイメージが根付いてた時ですよね、まだね。大人気ロックバンド
ミュージックステーションでも声優として初めて出演された。なんかその時のことを覚えていらっしゃいますか？いや、私はまずずっと今まで子供の時からお茶の間でこう見ていたタモリさんを間近で見ることができて、すごく感激しました。やっぱりミュージックステーションって生番組なので、朝から入ってリハーサルをやって、その夜の本番まで備えるのにすごい時間があるんですね。もうガチガチだったのを覚えてます。その日共演一緒にしていらっしゃったシャランキューさんがいらっしゃって、でつんくさんがすごい話しかけてくださって、楽屋前でこう一緒に写真撮ってって言って写真撮ったりとかして、すごいつんくさんお優しい方で、よくライブにご自分のライブに呼んでくださったりとか、シャランキューさんのラジオに呼んでくださったりとかして、本当にねお世話になりました。ありがとうございました、つんくさん。とにかく撮影の量がすごく多くて、毎日ライブジャケット、プロモーションビデオ、パンフレット撮影、カレンダー撮影、各雑誌の表紙、グラビア撮影、新聞社の撮影、ファッション誌撮影、アイドル誌撮影とか、もうなんか大量に撮影が繰り返されていて、でその間に当時ラジオを 3,4 本持ってたんですよ、番組を。それやりたかった。イベントをこなし、声優の仕事をこなし、ほぼ毎日のようにレコーディングスタジオに入りっていう感じだったので、睡眠時間が毎日4時間ぐらいしかなくて、なんかもうフラフラになってました。ヒルさんの話を聞いてると、自分が22歳の頃って何やってたのかなってこう考えて、非常に恥ずかしくなる。いや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 、ミスターブレイはどうだったの？いや、ミスターブレイも恥ずかしくても言えないです。なに？いやありがとうございます。いろいろご回答いただいたおかげですっきりいたしました。うん、まあ、今の、質問へのですね、回答をいただいたので、脳内ネットワークに発生したエラーも解消されたようです。よかったです。よかった、これでやっと外に出られるんだね。アクセスコード417、システムリセット。やっと外に出られたわ。おや、ヒルさん、どこか行かれてたんですか？もう、あなたのせいで大変な目に遭ってたんですからね。まったく、なんですぐ爆発しちゃうのよ。爆発ですか？いや、全然記憶にないんですけど、私が爆発したってことですよね。うん。え？いや、マーサーコンピュータ検定8段の私が爆発したこと記憶できていない。脳内ネットワークの障害。直ちに、システムの解析をします。検索中。嘘でしょ？どうしたの？ちょっとミスターブレイ落ち着いて。ミスターブレイ。突然の電話で目が覚める夜、どこか元気のない君、重ねた思いを信じて願い続ける。次回、異世界転生したらしいな、ヘキル第5話ご期待ください。 Together。 この番組はグッドボタンとチャンネル登録をお待ちしております。